滝沢秀明、岸優太合流で確定したジャニーズ創業家との400非戦争勝利。BBC の本社直撃から見えていた大下国上絵図。日本テレビは10月23日、東京塩止めの同局で定例社長会見を行い、旧ジャニーズ事務所創業者のジャニー北川氏、去年87の課題問題をめぐり、今後のキャスティング方針を示した。 中でも関係者やファンから注目が集まっているのは岸優太さん28のザ・鉄腕・ダッシュ日本テレビ系への継続出演がほぼ確定したことでしょう。芸能プロ関係者、鉄腕・ダッシュの一部コーナーに出演していた元キングプリンス岸の今後の出演について石澤明社長67は 騎さんは、鉄腕ダッシュの大切なファミリーと考えており、今後ともその方針に変更はありません、と回答した。騎士は9月末をもってジャニーズ事務所を退所。10月15日に滝沢秀明氏41が立ち上げたエンターテインメント会社、とべへの合流を発表。 岸に先駆けて合流していた元キングプリンスへの平野市二26、神宮寺勇太二25と新ユニットナンバーアイを結成することも同時に発表された。出演継続になるとまでは明言はしていないものの社長の発言は重い。とべに移籍したタレントとジャニーズタレントの共演が鉄腕ダッシュで実現する可能性が極めて高いですよね。 これはあまりにも大きな変化ですし、旧ジャニーズ事務所の影響力が弱まり、また岸さんが共演者やスタッフから愛されているからこそかなったのではないでしょうか。そして、ここに来て滝沢の手腕に改めて注目が集まっています。昨年10月の電撃退場から1年後の今の景色をすでに見据えていた可能性すらありそうですからね。全能。 BBC の取材構成を受けて退場を決意か。2022年9月26日、ジャニーズアイランド社長でジャニーズ事務所副社長だった滝沢氏が同職から退任し、同年10月末をもってジャニーズ事務所を退場。 今年3月に戸ベを立ち上げると、7月に元 V6 の三宅県44、元キングプリンスへの平野と神宮寺、元インパクトーズコトイムップが続々と合流。8月にも元ジャニーズ JR の大統立樹18が、9月には元キスマイフと2の北山博光38、そして10月15日に騎士が合流。 平野と神宮寺と共にナンバー I を結成すること発表した。滝沢さんが退場を決意したのはジャニー氏の課題問題に焦点を当てたドキュメンタリー J-POP の捕食者、秘められたスキャンダル、プレダター、ザ・シークレットスキャンダルオブ J-POP を BBC が放送したことだと囁かれています。 放送自体は今年3月でしたが、BBC が本格的に取材を進めていたのは2022年。そして番組サイドがジャニーズに事実関係、見解を問い合わせたのが同年の夏なんです。半袖姿の BBC のディレクターがジャニーズ本社に突撃する映像は今でも BBC の YouTube チャンネルで見られます。どう ジャニーズ事務所が会見を行う未来も見えていた ?BBC の突撃からほどなくして滝沢氏は退場の意向を示したといい、9月26日にジャニーズアイランド社長を退任。同10月末に退場している。ジャニーズ事務所サイドは滝沢氏を遺留したものの、本人の固い決意を尊重して承認したと報じられた。 滝沢さんは副社長という立場にありましたから BBC の突撃を知り、そして番組サイドからの質問状を見ることができた。その際、BBC がジャニー氏の闇に本気で迫っているということがわかり、大変なことになると感じたのではないでしょうか。滝沢さんは昔から藤島樹林恵子氏、57。 とは相入れない関係にあり、いつかは退場しようとタイミングを探っていたとも言われていますが、BBC の動きを察知し、ジャニーズ事務所が世界的に球断され、日本国内でも大逆風が吹き、会見を開かざるを得ないほどの大事態になると予測。自らも厳しい追及を受けることになる、そんな未来が見えたからこそ、退場する決意を固めたのではないかと言われているんです。 前での芸能プロ関係者、イムプへのデビュー岸優歌の継続出演で飛べ遺跡を決意する J タレントも、飛べからは8月18日にイムップがデビュー曲、クルージンを配信リリース。8月30日公開、集計期間、8月21日から8月27日の、ビルボードジャパンダウンロードソングチャートダウンロードソングズで、クルージン。 が2万1801ダウンロードを売り上げて1位に浮上した。イムプオをジャニーズ在籍時からさほど人気がある方ではなかった。そんな彼らでも飛べ移後に早々デビューできたこともジャニーズタレントの飛べ移へのハードルを下げるのではないかと言います。 10月13日に発売されたサードシングルのスイッチインクはデイリーデジタルランキングで発売当日は5位、翌日には17位と決して良いとは言えない。そんなイムプをもデビューできるわけですから、イムップができるなら俺たちだってとなるはずですからね。加えて、 トベに合流したキさんが、鉄腕ダッシュに継続出演できるとなったら俺もトベに行こうかなと考えるジャニーズタレントも続出するでしょう。民放トップの日テレの社長がトベのタレントにお墨付きを与えたわけですからね。全能。将来的にはスノーマンもトベ合流へジャニーズ事務所は弱体化する一方で、トベは着実に存在感を示しつつある。 ジャニーズ帝国の崩壊イームップをデビューさせ、騎士さんは地上波テレビに出演 OK。これほどの条件が揃ったら飛べに移籍したいと考えるジャニーズタレントが続出するはず。そしてジャニーズの落実はさらに進んでいく。滝沢さんは BBC の動きを察知し、ここまでの未来を見ていたのではないかと。つい創業家、タイジュリー氏、タイイ野原義彦さん、47。 滝沢さんはすべての勝負で完全勝利といったところではないでしょうか。そして滝沢さんはさらに先を見据えている可能性もある。それがスノーマンとシクストーンズへのダッシュですよね。彼らはジャニーズの若手ではトップクラスの活躍をしていますが、育成とプロデュースを手掛けたのは滝沢さんで、イムップと同じように滝沢さんを慕っている。 すぐにというのは難しいでしょうが、将来的に二組が飛べに合流するということも十分に考えられます。前での芸能プロ関係者、10月24日や嵐の二宮和也40は事務所からの独立を報告した。嵐であることは変わらないというが、これはジャニーズ弱体化の象徴的な出来事になるのではないだろうか。 ジャニーズアイランド社長を退任してから約400日、その時から滝沢氏は今につながる絵を描いていたのだろうか。息を呑むってまさにこれだわ。神宮寺ゆうた、騎士ゆうた合流のナンバーアイ、I 潜在写真撮影の裏側公開。騎士が今後も、鉄腕ダッシュに出演できる可能性が高まり、泣けるなぁ。鉄腕ダッシュが定期的に見られるのかなかなり嬉しいし。 国さん、岸くん。良い関係。岸くんこれからも変わらず、鉄腕ダッシュ出るんだから良かったから、岸くんは好感度、視聴率だけじゃなく自然が好きで、真摯に農業などにも取り組んで、立派な戦力だからね、といった安堵の声が上がった。だからね、といった。